列車も到着して大阪に春がやってきました。そうです、春を呼ぶ大相撲春場所が3月10日に始まるわけなんですけれども、今日は番付発表の日ということで、お相撲さんたちがね、朝早うにわー番付配られるのをこう持って帰って抱えて帰ってきてですね、すぐに封筒に入れてごひいきのところにわーっと発送があるっていう、そんな今日は作業が朝から行われてたはずなんですけれども、各紙夕刊にもね、今場所で春場所の番付があと出てるかと思うんですけれども、お手元にある方は皆さんここ、これ切り抜いて置いといてくださいよ。これを見ながら見る、頼むっていうのは見るっていうのは楽しみですからね。今場所は5年ぶりなんですか、横綱が2人になりました。稀勢の里が引退しましたので、東に白鵬、西に鶴竜、2人横綱ということになりましたね。で、まあ、大関、それから、まあ、三役の力士がいるわけなんですけれども、先場所、初場所は関脇の玉鷲が優勝しました。やっぱり記者さん飛んでいくんですね。平野区に宿舎があるそうなんですが、記者会見をしました。玉鷲連続優勝どうですか、期待に応えられるように頑張りたい、もう絶対笑顔で言うてると思います。にゃーっと笑ってね、言うてはると思うんですけれども、もう努力家なんでね、まあ、皆さんそうなんですけれども、もう一人気になるのが春場所で大関昇進を目指す関脇貴景勝、今日大阪市内で記者会見をしたそうです。やることあ、こんな元気に言わない、やることを場所前にやって、あと春を決めてやるだけです、力強く語ったって書いてあるんですけど、あんまりこう語るときは力強くないですよね。まあ、先場所はもしかしたらこのまま大関ちゃうかって言われたんですけど、勝って終わって大関にしてやりたいというような気持ちもあってということで、大関昇進はこの春場所にかけてということなんですけれども、一日一日を大事にして帰り道で後悔しない相撲を取りたいです。帰り道で場所を取ってですね、でエディオンから帰るときにですね、はぁって思うような相撲を取りたくない、取り切りたい、やり切りたい、まあ、みんなが言うその自分の相撲を取り切るっていう難しいんですね。もうこれ相撲に限らないと思います。さっきのエリカさんの話じゃないですけど、こう言うたらああ言うたらもっとこう言うたらよかったのにって、人ってやっぱり何かをしても後悔ってついてくるんですけれども、もうこの大相撲の世界なんて早い時は3秒ぐらいで勝負がねついてしまうことがありますから、もうはいどうぞって言った時に瞬間にもう自分のやりたいこと全部やるつもりで、頭より先に体が動くぐらいのつもりで稽古しとかないといけないわけですから、まあ、そのための準備をきちっとやっていきたいということなのかと思います。すごいです、この間新聞のインタビューで貴景勝が語ってたんですけれども、まあ、ご両親にはすごく感謝をしていると、もう自分が子供の時からね相撲一本でずっと、まあ、小学校3年生まで空手をやってたそうですけれども、一生懸命相撲をやっていく上でのサポートをずっとしてくれたからすごく感謝してる。で、今自分は22歳だけれども、相撲取りって言うても40歳まで取れる人は稀です。34歳5歳6歳ぐらいまでですか。そう考えると取れる日なんてもう十何年しかない。もうそれだったら後で後悔しないように、この十何年の間にギュッと今までやってきた自分の相撲を集大成を見せていく、こんなところで他のことに気を散らしてる場合じゃないというふうにインタビューに答えてましたけど、やっぱり力士としての命は本当に短いんだから、やれることの全部をやりたいというふうにインタビューに答えてました。ストイックですね。美味しいものも食べたいし遊びたいし、キャーキャー言われるからはーって言いたいしって思うんちゃうかなと思うんですけど、昨日もねテレビ番組出てはりましたけど、まあ、お父さんにこれ食べあれ食べ言われた時は辛かったっていう顔はしてましたけれども、あんまりこうにゃーって笑わないですね。笑う必要がないから、情熱大陸も初めの時は言ってました。最後の最後のクルーと別れる時はちょっと寂しいですねって可愛く笑ってましたけどもね、もうなんか自分で自分を律していかないとやっぱり弱い心出てくるっていうのがあるのかもしれません。ちょっとこうハッと跳ねてしまったらそっちにバッて自分が行ってしまうのかもしれないっていう不安ももしかしたらあるのかもしれませんね。そして今場所新入幕に照強が名前が挙がってます。照強はもうご存知の方も多いと思いますが、阪神大震災の発生当日に淡路島の洲本市の病院で生まれたというお相撲さんです。24歳、伊勢ヶ浜部屋ですから大阪市の東成区に宿舎を構えているんですが、ここで記者会見が行われたようです。
番付表を見て実感が湧いてきました。嬉しい気持ちだけど、これに満足することなく一つ上の地位を目指していきたい。声援も大きいと思うので、応えられるようにいい相撲を見せたいというふうに答えてたんだそうです。好評ですよ照強、本当小柄のお相撲さんなんですが、気強いなあいうのがものすごい出てます。もうなんかメラメラと青い炎が見えるかのような土俵で、あと塩ねものすごい塩の量をまくんですよ。両手で投げませんよ、お相撲さんですが片手なんですけど、ごっそーっとってぶわーまくんですよ。これもね、それは幕の内上がって偉くなってからたくさんの塩をまくとかって言うんならまあわかります。でも下の位置の時からこれをやるっていうのはね、誰かから何か言われるかもしれへんっていうことと、それに負けへん気持ちも必要なわけですよ。何やねまだそんな幕の内にも上がってないね、そんな余計塩まいてって言う人がいないとも限らない。でもそんなん関係ない、自分の気合のために塩まくんやっていう、これもねある意味強い気持ちないとやりきれないと思うんですよね。そういうところにも照強っていう人が現れてるのかなと思います。そしてですね、今場所は豊ノ島が幕の内に復帰です。本当に良かった、昨日も出てはりましたけどね、ジャンクスポーツに、今日もあの記者会見があったみたい、記者会見というか記者さんがねコメントを求めに行ってたんだそうですけれども、番付に豊ノ島の名前が大きくなってます。大きくなってますね。記者さんが聞きました。春場所の目標は、豊ノ島答えました。優勝、即答したそうです。こういうのもいいですね。まあもう本当にもうね、苦労しました。もうなんか相撲の世界でバラエティ番組でうまいこと喋ってくれる歌豊ノ島やったんですけれども、左のアキレス腱断裂して2016年の名古屋場所以来16場所ぶり、やっとこさこ幕の内。やっぱりね、三役務めてた人がね下まで落ちてまた上がってくる、しかも30過ぎてからっていうのは、これはもう並大抵の努力じゃない。もう本人もおっしゃってましたけれども、ご家族のサポートももちろんあって、で、まあ、多聞大相撲の世界っていうのはね、番付通りですから、お給料も待遇もそうですからね。親方もちょっとね気を使ってくれはったそうなんですけど、豊ノ島自身がいやもうそんな必要ないですと、番付通りに自分は大きい部屋に寝るしっていうふうに言ったらしくって、まあ、そういうのもこう上上がっていくんやっていう気持ちを自分の中でこう燃え続けさせるための一つのね身の処し方やったんちゃうかなと思うんですが、で今場所は優勝と言ったそうなんですけれども、絶対的な白鵬という横綱がいます。で今ももちろん白鵬関は優勝候補筆頭だろけれども、怪我なんかもあって、言ってみたら先場所は玉鷲関が優勝した、その前には貴景勝関、御嶽海関も優勝してる、誰でも優勝のチャンスあるっていう状況でしょ。だからこそ今はチャンスなんちゃうんですか。みんなこう思ってほしい、本当にみんながこう思うともっと相撲が面白くなるはずなんです。口で言うのはただですから、何をバカなこと言ってるんだと言われたっていいんです。世代交代の波は来てるけど、おじさんチームも頑張りたいと豊ノ島は言ってるそうなんで、もうぜひとも、もう本当に、いや本当もうどこいつ何があるか分かんない、いつも思うんですけど、15日間ってあっという間、中日ぐらいまでは結構あるなって思って見てるんですけど、終わってしまったら本当あっという間、長いようで短い、しかも短いようで長いのが大相撲の15日間やなっていつも思うんですよね。あ、そうそう、ご当所ですからね、大関の豪栄道もぜひ頑張ってほしいと思います。楽しみですね。中央区の相撲大好きおっさんさんからですね、昨日100メートルほど先にある宮城の部屋の近くを通ったら、若い衆が10人ほどで土俵を作っていました。これは呼び出しさんが作ってあるんですけどね、土俵はね、プレハブの形が去年とちょっと違うように思いました。よう見てはりますね。あ、この間呼び出し高砂部屋の国尾さんとご飯一緒に食べさせてもらったんですけども、やっぱり呼び出しさんは稽古土俵を作りに回らなきませんので、ちょっと早めに来てはってね、相撲列車乗った間に合わないに早めに来て、今日はどこどこの作って、明日はどこどこの作ってっていう順番が決まってるんだそうです。宮城の部屋ね、昨日出てた炎鵬もいてますよ、もちろん白鵬もいてますしね、石浦もいてますし、あ、石浦もそうや、注目ですよね。やっと始まります。以上、ハッキー追い残ったでした。